私の専門分野はメカニズムデザイン、社会制度のものづくりです。慶應義塾大学経済学部、酒井豊隆です。例えば多数決という選挙制度があります。すごくよく使われている。でもあれは性能が悪いんです。すごく悪い。例えば票の割れが起こる。よく似た候補の間で票が割れます。昔の例だと2000年のアメリカ大統領選挙、民主党のゴアが共和党のブッシュに勝ちそうだったけれど、そうはならなかった。政策が相対的に似ていた第3の候補ネーダーが立候補したからです。ネーダーがゴアの票を絶妙に食って2人は共倒れした。ゴアの方がブッシュより多くの支持を集めていたのに、そのせいで負けてしまったわけです。多数決って多数決という割には多数派の意思を反映しないんです。でも別にあれは少数意見を反映する仕組みというわけでもない。要するにかなりいい加減な仕組みなんです。あんな不出来な制度が小学校の学級会から国会議員の選挙まで使われているのはおかしなことです。文化的奇襲の一種ですね。良い代替案はたくさんあります。例えばボルダルール、1位に3点、2位に2点、3位に1点というような配点式にする。票の割れは起こりませんし、皆から広く点数を集めた候補が勝つようになります。民主主義は多数派のためのものではないですよね。あれは万人のためのもの。とするとボルダルールの方が多数決よりだいぶ民主主義に向いています。でもこの向いているとか、皆から広く点数を集めた候補が勝つというのは厳密に示さないといけません。これには数理経済学の技術が必要です。つまり言いっぱなしの主張ではなく、物事を厳密に定式化して定理として示す、そういう研究を私はしています。私は民主主義そのものの研究者というわけではないんです。ただ民主主義に必要な選挙制度という道具を作ったり、どれが良いかや悪いかを数理的に分析します。時にはどの道具が実際に優れているか実験をすることもあります。話が変わるように聞こえるかもしれませんが、物を高く売る仕組みを作ることもあります。例えばオンラインオークションの仕組みを高値がつくように設計する。さっき話した選挙とは違うけれど、実は結構似てるんです。選挙制度って投票用紙をインプットして選挙結果をアウトプットする計算箱なんです。オークションは入札情報をインプットして売買結果をアウトプットする計算箱。両方とも数学的には関数だし、実装にはアルゴリズムが必要です。社会のいろんな仕組みを関数やアルゴリズムとして表現して新しいものを作ったり改善したりします。変えられます。あれは天や自然が作ったものではなく人間が作るものだから。人工物という意味では社会制度は自然よりも機械の方にはるかに近いんです。そういうものづくりの研究を私はしています。